こんばんは。ゆるんず TV ボリューム10始まりました。いや、良平さんがね、はい、前回からもう10を楽しみにしてましたから、はい、オープニングからもう次が10ですねって言ってましたもんね。ようやく10回目来ましたよ。2桁に乗りましたね。もうだからあと2ヶ月したら1年続いてるってことですか。いや、そうなんですよ。すごくない？これはもういいんじゃないですかね。やっぱりその人気のないものっていうのはやっぱワンクールで終わるものですから。はいはい。これ人気があるって考えていいの？いいんですよ。マジ？はい。好評ってことです。人気番組になってる？なってます。みんなが求めてくれてる？はい。そう、あんまりそうは思えないんだけど、はい、頑張れ。今日またなんかスタッフの方が、はい、まあ、僕らにお遊びを与えてくれた。ああ、素晴らしい。はい。最近この感じが面白い。そうなんですよ。いろんなゲームとかウィンズの曲当てクイズとかやってきましたけど、はいはい、今日ねめちゃくちゃシンプルです。はい。謎謎って書いてます。おお。謎謎がやってきて、うん、このボックスにどうやら謎謎が、あそこに入ってんだ。はい。ちょっとやってみます、ね、とりあえず。これ普通の謎なのか謎謎なのかな。なんだこれ。本当の謎謎が来たぞ。空港に勤める太郎さんはどんなことよりも身だしなみが大事。はい。とても身だしなみに厳しい人です。どんな仕事をしているでしょう。ああ。これみんなちょっと分かってもまだコメントの方にも答え書かないでもらいましょう。僕たち頑張って考えましょう。はあ。空港に勤める太郎さんが身だしなみが大事で、空港だからまあ空港の職業の人なんでしょう。ああ。パイロット。謎謎っすもんね。あ、これ謎謎、あ、そう、確かに謎謎なのね。タロウは関係あるのかな。そこよね。うん。なんでタロウなの。これジロウでもいいのかな。どんなことよりも身だしなみが大事。身だしなみに。とても身だしなみに。タロウ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 関係なさそうだな。タロウ。タロウ。タロウ関係ない。タロウ。パイロウ。タロウ関係ない。関係ないです。パイロットでしょ。パイロット。パイロット、あと何がいる。キャビンアテンダント。キャビンアテンダント。チーフマネージャーじゃない、基本的に身だしなみに厳しいのは。ストレートっすね。謎謎っすか。チーフマネージャーって大体厳しいでしょ。もう厳しいでしょ、ね。あんたこう、なんでその見た目みたいな。もっとシャキッとしなさいみたいな。チーフマネージャー大体厳しいよ。シンプルです。まあそうか、謎謎なのね。謎謎っすよ。ちょっとなんかヒントあります？空港に勤めるっていうのが、まあそうですよね。空港に勤める、空港、機内が関係ある。機内が関係ある。飛行機の中が関係あるってことだ。機内、身だしなみっていうのか。あ、身だしなみ。身だしなみって多分俺たちが思ってるやつじゃないんです。多分身だしなみ、別の言い方、見た目、身だしなみ、几帳面。あ、几帳じゃない。お、几帳面。すげえ、ケータ。イエーイ。貴重、麺じゃん。よし、じゃあ3番の答え、貴重でいくぞ。いくぞ、千葉ちゃん。はい。えい。副操縦士でした。副操縦士。副操縦士、副操縦士。副操縦士か。おい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 。貴重、麺じゃねえ。大体貴重ね、男性だからね。貴重がね、やっぱ一番偉いし ね、一番厳しそうだよね。かー、いやー、服装重視、そういうことね。謎謎ね、まあ、謎謎だね、これって。はい、なんか分かってきた。分かってきたわ。オッケーオッケー、次行くわ、はい、まだいっぱいあるから。はい。4冊の本があります。うわ、なんだこれ。新米デカへ、犯人からのメッセージ、雪の上を消えた足跡、大食い弁護士の謎解き法廷、素足の犯人謎の失踪。この中に推理小説があります。どれでしょう。素足の犯人謎の失踪ですね、これは。そのところ
言っていいですか、もう僕。いいです、いいです。これちょっともうすぐに答えちゃってるんですけど、はい、すっていう文字が、すが入ってる小説っていうこと。これ多分全部小説なんです。推理の小説ってことか。はいはい、なんで多分素足の素が入って大食い弁護士謎解きもないでしょ。うん、雪の上が消えた足跡、素が全部入ってないでしょ。あ、そうですね。多分この素足もある。あ、じゃあそうですね、それ。これはそうでしょ。あ、これ正解っすわ。はい、早っ、いきます。すごい。はい、素足の犯人謎の失踪推理小説、推理の小説。おお、これ早い、すごい、慣れてきてる。これはすごい、これ慣れてきたよ。それではまた次回も楽しみにしててください。はい、以上、ウィンズでした。ありがとう。